どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。皆さん、突然ですが貯金ってしてますか？僕はね、皆さんのご存知の通り、昔からね、欲しいものとか気になるものたくさんあるタイプで、しかもそれすぐ買っちゃうんで、昔はね全然貯金とかできてなかったんですよ。僕みたいな人間って、例えば欲しいものが見つかったら、このニット4万円めっちゃかっこいい、そういえば口座に使えるお金が2万円あって、クレジットカード払いだったら支払いまでにはなんとか給料入ってるな、あ、先月買おうと思ってたスニーカーがあったけど結局買わなかったから2万円浮いてんじゃん、ということは口座のお金2万円とこの間浮いた2万円合わせて4万円、4万円持ってんじゃん、買うーってふうになって、何でもかんでも脳内でそろばん弾いて買っちゃうみたいな、まあ、そういうどうしようもない人間だったんですよね。さすがにこれじゃ良くないと思って、社会人3年目に入った頃からいろいろ工夫をして、今ではですねコンスタントに毎月貯金をできるようになってきました。というわけで今回は僕が今でも実践している無理なく貯金を続けるコツっていうのをですね、3つのポイントでご紹介しようかなと思っております。そして今回この動画はみんなの銀行っていう銀行アプリとのタイアップ動画になっています。このみんなの銀行アプリっていうのが僕の考える貯金法とすごくマッチしていて、一緒に使うとねかなり効果があるんじゃないかなと思ったので、今回はですねその貯金法と合わせてみんなの銀行アプリの使い方とか魅力っていうのも解説しようかなと思っております。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけで無理なく貯金を続けるためのポイント、まず一つ目は貯金の目的を明確にしておくっていうところですね。ここの目的っていうのを最初に決めておかないと、ある程度銀行口座とかにねお金が貯まってきても、お金あるやんと思ってねすぐに使ってしまうんですよ、特に僕みたいなタイプって。なのであらかじめこれは何のための貯金なのかってところを明確にしておくことで貯金っていうのが続けやすくなります。もちろん全部の貯金が何かをするため、何かを買うための貯金ではないと思ってて、将来に向けて何か不安を解消するためにお金を蓄えておきたいなっていう貯金もあると思うんですよ、まあ、そういう時はもう将来に向けての貯金っていう風な目的を作って管理するっていうのも結構大事なんですね。なので将来に向けての蓄え的な長期的な貯金っていうところと、今年1年で突発的何かにお金を使う必要が出てきた時のための中期的な貯金で、最後は特定のあれを買いたいっていう時のための短期的な貯金っていう風に、こういう貯金の中でも3つのレイヤーを持って管理しておくと、すごくね貯金の目的も整理できて貯金が続きやすくなるのかなというふうに思ってます。そしたら次はポイントの2つ目なんですけども、2つ目はお金を管理する箱をもう分けておくっていうところですね。1つ目のポイントで貯金の目的を明確にしたら、その目的に応じてお金を入れておく箱もちゃんと分けておくのがすごく大事だなというふうに思っております。生活用の口座っていうのと貯金用の口座一緒にしちゃうと、どうしてもねお金を使っちゃうし、その区別っていうのがつきにくくなっちゃうんですよね。なので生活用のお金っていうのは生活口座に、貯金用のお金っていうのは貯金口座に入れておくっていう風な運用がすごく大事です。冒頭で社会人3年目になってちょっと工夫をすることで貯金をねコンスタントにできるようになったって話をしたんですけども、これ何をやったかというとですね、まあ、当時僕サラリーマンだったんですけども、人事に話をしに行って給与を入れてもらう口座っていうのを2つに分けることができたんですよ。そこで僕は生活用口座っていうものと貯金用口座っていうのを2つ登録して、毎月入ってくる給料をこの貯金用口座に6万円で、それ以外のお金っての生活口座メイン口座に入れるっていう風な形でこの給料の仕分けをしてもらったんですね。そうすると最初からね生活に使うメイン口座っていうのは6万円引かれた状態で入ってくるので、この口座のお金だけでなんとかやりくりしようっていう風な意識っていうのがすごく無意識に自然と生まれたんですよね。こんな感じで管理する箱を分けることでお金の区別っていうのがつきやすくなって、このね生活用口座を超えて貯金用口座から何かお金を下ろすっていうと結構ね罪悪感も高くなっちゃうじゃないですか。こういう心理を利用して貯金をするっていうのもかなりね個人的には効果的だったなと思います。さらに貯金の目的によって箱を分けておくことで、ちゃんとこの目的に対する貯金っていうのは今いくらなのかっていうのが明確に見えるようになるんですよね。これによって例えば50万円貯めたいなっていうふうに思ってる貯金があったとして、今その貯金が30万円貯まってるっていうふうに分かると、折り返し超えたからあとちょっとだっていうふうに自分のモチベーションにもつながるんですよね。こういうふうな気持ちを利用して貯金をしていくためにもお金を管理する箱を分けるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで、ね、3つ目のポイントに入る前にここでみんな
なの銀行アプリっていうのをね、少しだけ紹介しようと思ってます。というのも、今まで紹介したポイントの1つ目と2つ目、これを実現するのに、みんなの銀行アプリっていうのは本当すごく使い勝手がいいんですよ。みんなの銀行ってそもそも何ぞやっていうと、すべてスマホで完結する新しいネット銀行のことです。アプリから口座の開設とか、バーチャルカードの発行とか、振り込みまで全部行えるっていう風な、新しい時代のネット銀行になっています。で、こういう銀行系のネットアプリとかね、ネットサービスって、どうも硬くて使いにくいイメージがあると思うんですけども、みんなの銀行アプリっていうのは、デザインもすっごく可愛いし、使い勝手めちゃめちゃいいんですよね。ちなみにこのみんなの銀行アプリで特徴的なこのイラスト、可愛いイラストなんですけども、これはイラストレーターさんの瀬戸博明さんって方がね、イラストを手掛けられています。この絵どっかで見たことないですか？そう、実はですね、これめちゃめちゃ偶然なんですけども、僕のチャンネルアート、ブロンプトンとかをね、載っている僕のイラストを描いてくれたのも瀬戸博明さんなので、同じイラストをね、描いてるっていう風な、ちょっとみんなの銀行とは僕ね、縁があるというか、すごい偶然の一致があって、そういうのもね、すごく面白いなというふうに思ってます。さっきも話した通り、登録はスマホアプリから完了します。この辺はネットバンクとかに慣れてない方でもすぐ使っていただけるんじゃないかなと思います。で、みんなの銀行は店舗のないネット銀行なんですけども、セブン銀行の ATM を使って入出金というのが可能になっています。で、もちろん他の銀行からみんなの銀行の口座に向けてお金を振り込むみたいな、そういったことももちろん可能です。他にもアプリの中から JCB のデビットカードを発行することができるんで、このカードを使って例えばコンビニで支払いをしたりとか、日々の買い物をこのデビットカードで支払うことも可能だったりします。このデビットカードの発行も審査が一瞬で終わって、本当にね、あっという間に使えるようになります。で、さらにこの JCB のデビットカードは Apple Pay に登録することもできるんで、スマホでね、こうダブルクリックしてあげて、この Apple Pay からみんなの銀行の JCB デビットカードでコンビニで支払うとか、こういったことも簡単にできます。なので本当にスマホ一つで口座開設からお金の入出金で振り込みの受け取り、あとはカードの発行でスマホ決済まで全部できちゃえるってのがすごくね、いいところだったりします。というわけで、ここからはみんなの銀行アプリの簡単な使い方と、僕的にすごくね、貯金に効く機能ってのがあるので、そこをご紹介していこうかなと思います。まず画面ってのは下のタブで3つに分かれていて、これ1つずつね、ご紹介していきます。最初はウォレットっていうところですね。ここは今自分の口座に入っている残高っていうのを表示することができて、で、このタブをですね、上にスワイプするとアクションっていうところからデビットカードを使う、これはね、さっきみたいに JCB デビットカードを使う画面に遷移することができます。で、他にも口座情報を表示して、こんな感じでね、人から振り込みをしてもらったりとか、で、あとはこのみんなの銀行アプリから他行に振り込んだりとか、あと ATM で入出金するみたいなことが、このアクションっていうところから全て行います。で、次は一番右のこちらですね、レコードっていうところなんですけども、ここではいわゆる明細ですね、この銀行口座のお金の動きっていうのを全てこのレコードから見ることができます。みんなの銀行の場合は通帳がこのね、アプリのレコード画面で表示されるっていう風な感覚です。で、このレコード画面少しお見せすると、上はグラフになっていて横にスクロールすることができますと。で、さらに下には明細っていうのが順番に表示されているので、すごく分かりやすいんですよね。グラフがあって、ちゃんと明細があってっていう風に分かりやすいので、ここもすごくね、使い勝手がいいなっていう風に思ってます。で、3つ目が僕がね、貯金ですごく推したい機能なんですけども、真ん中のバンキングっていうページにあるボックスっていう機能ですね。これが貯金にすごく効くんですよ。これ何かっていうと、一つのこの銀行口座の中にボックスって言われるような箱、お金を管理する箱っていうのを複数作ることができて、そこに名前とか目的とかスケジュールとか、そういったものを設定できるんですね。で、この口座の残高っていうのを作ったボックスのお金を管理する箱の中にスワイプで簡単に移すことができて、この封筒に小分けにしてお金を貯金しておくみたいな、そういうことが可能なんですね。ちょっとやってみましょう。例えば今普通預金に179,000入っていて、ここね、ボックス僕いろいろ下に作ってます。名前とかアイコンとかつけれるんですよね。で、これをこうやって長押ししてドラッグするだけでお金の移動ってのはできて、ここで例えばじゃあ2万円ね、移してみましょう。移動すると、するともう簡単に上のウォレットのところから動画撮影用カメラの貯金箱に2万円入ることができました。これ完全に自分の口座の中の動きなので、何かお金をね、銀行から銀行に移したりするっていうイメージではなくて、自分の家の金庫の中から貯金用に封筒に小分けして置いとくみたいな、そういう感覚で使うことができるんですね。これ最近僕も実際使ってて、新型の iPad Pro って毎年発売されるじゃないですか。もうだからそれに合わせてこの新型 iPad Pro の箱を作って、目標日と目標金額っていうのを入れてね、ここで貯金を管理しています。他にもこのボックスっていうのは最大で20個作ることができるんですね。
なので僕もこんな感じでこの、ね、新型 iPad Pro とかあと動画撮影用のカメラもう一台欲しいなと思ってるんでその貯金をしたり、あと E バイクですね、電動自転車っての欲しくて、であとはコロナが明けたらね海外旅行も行きたいなと思ってるので、ここに海外旅行用のボックスを作ってお金を管理していこうかなというふうに思ってます。まあ、こんな感じでポイントの一つ二つで述べたような目的を作って管理する箱を分けましょうってのがこのアプリの中で簡単に完結できるんですよね。しかもそれがちゃんと自分の銀行口座とつながってる状態っていうのを作ることができます。さらにこれ便利なのが毎日毎月毎週みたいな単位でスケジュールを決めて自動振り替えっていうのができるんですよ。どういうことかというと、この僕が作っているチリツモ貯金ってのがあります。このボックス開けてもらうと、ここに今ね1万5000円入ってるんですけども、これこれからの予定っていうところで毎週ですね、週に1回5000円をこのみんなの銀行の中に入ってるお金の中からこのボックスに振り替え移し替えるっていう風な設定をしてるんですね。なので1週間に1回5000円を貯金していって、ちょっとずつね貯金を貯めていくみたいな、もうこれを自動で行ってくれるんですよ。なので自分の意思に関係なく設定すると勝手にですね、この普通預金の口座の金額の中から勝手に貯金をしてくれるっていうのがすごくね面白い機能だったりします。これちょっと作るところもねご紹介しようかなと思うんですけども、こうやってボックスを作成して、例えばテストでいいでしょうね、テストにします。で作成をするとこんな感じでボックスが一つ作成できました。でこの中から入ってあげて、右の3点リーダー目標を設定する。で例えばここでね、目標じゃ30万円っていうふうに貯金の目標を設定します。でいつまでにしますかっていうのがあるので、まあ、今年の終わりまでにちょっと30万貯めたいなっていうふうに設定をしてあげます。するとこのスケジュール設定をできて、どこの口座からこのテストのボックスにお金を移していきますかっていうのを決めることができるんですね。この辺もすごい直感的で、普通預金の中から移していきます、テストに移しますと。でここからですね、そしたら毎月の5日にこのね普通の預金口座からボックスにお金を移していきましょう。移動する金額を決めることができて、毎月5日にお金を移動して今年中に30万貯めたいんであれば、毎月 33,334円を貯金すると目標達成できますよってのをね教えてくれます。でもちろんこの金額でもいいですし、ちょっと毎月は厳しいんで毎月1万5000円 でもしボーナスが入ったらその時にガツッとこのボックスに移動させようみたいに、こう自分のね余裕のあるプランっていうのを設定して決めることができます。で作成するとこんな感じでボックスとこの予定の、ね、自動振り替えのスケジュールっていうのを決めることができました。こんな簡単になんか作っちゃっていいのっていうふうに思われるかもしれないんですけども、これあくまで自分のね口座の中に封筒を小分けにしてるだけなので、いくらでも後から編集とか削除とかできるんですね。なのですごく気軽に貯金っていうのを始めやすい環境っていうのがこのアプリの中に揃っています。結構ねこの動画を見てる方の中には家計簿をつけてるよって方もいらっしゃると思うんですよ。家計簿ももちろん素晴らしいと思うんですけども、家計簿ってあくまで実際のお金の流れがあって、それをこの手元で書き写してるだけっていうようなものじゃないですか。なのでお金を実際に口座から口座に動かして貯金をしたよっていう風なアクションと、それを貯金したよねっていう風に記録するっていう風な二度手間が発生してるんですよね。でもこのみんなの銀行アプリのボックスの機能を使うと、もうお金の動きと連動して記録もしてくれてるので、実際にお金を動かす管理の部分と家計簿的な記録の部分っていうのは1回の操作で行うことができるんですね。こんな感じでみんなの銀行アプリをご紹介してきたんですけども、使い方としてはね、僕自身も別にこのみんなの銀行アプリをメインバンクとして使ってるわけじゃありません。やっぱりメインバンクの機能としては他の大手の銀行の方が便利なところもあったりします。お店があったりとかね。ただメインとは別に貯金用の口座、貯金用銀行としてみんなの銀行アプリを使って、さらにその中でボックスを駆使しながら細かい貯金設定をしていくっていうところではすごく使いやすいなと思ってるんで、皆さんもぜひですねみんなの銀行アプリ使って貯金をするための口座の運用っていうのを始めてみてはいかがでしょうか。もちろんね口座開設とか口座を使うのにお金は一切かからないです。なのでそこはね安心してください。はい、というわけでここからはまた貯金のコツの解説について戻っていきたいなと思うんですけども、3つ目のポイントですね。最後3つ目は常に貯金額っていうのを端数にしておくっていうのがすごく大事だなっていうふうに僕は思ってます。これどういうことかっていうと、簡単心理なんですけども、100万円が貯まったこの銀行口座のお金があったとします。まあボックスでもいいです。100万円があるとそれをまたね貯金を増やしたいなと思った時に、切りのいい額って200万だと思うんですよ。でも200万はちょっときついなっていうふうにこうグッとね心理的ハードルが上がっちゃうと思うんですよ。なので100万円貯まっているこの箱、口座とかボックスがあった場合は、60万円と40万円に分割してしまうと、60万円の方はあと40万円で100万だからまた頑張ろうっていうふうに思えるし、40万円の方はとりあえず10万だけ乗せて50万だ
ったらキリがいいよねっていう風に、またそこからねちっちゃく貯金を頑張ろうっていう風な気持ちになれるんですよ。これはおそらくどっか昔本で読んだ内容なんですけども、実践したら結構簡単にねそういう風な心理的な気持ちになれたので、結構これおすすめなんじゃないかなと思ってます。常に自分の少し先に人参をぶら下げておくことで、その人参をめがけて走るみたいな、すごくね、超原始的な心理作用なんですけども、これも意外と効果があったのでご紹介しようかなというふうに思いました。ちなみにこれもですね、ボックスの機能を使うと簡単にね、ボックス100万円貯まってるものを60万と40万に分けるってことができるので、こういうところでもやっぱりみんなの銀行アプリすごく便利かなというふうに思ってます。はい、というわけで今回は貯金を無理なく続けるためのコツと、それに役立つみんなの銀行アプリのね解説ってのをさせていただきました。皆さんもぜひですね、計画的な貯金ってのをこれから始めてみてはいかがでしょうか。本当にみんなの銀行アプリね、僕もプライベートで普通に使ってるんで、ぜひね皆さんに魅力が伝わっていれば幸いでございます。みんなの銀行アプリ、今なら口座開設のキャンペーンもやってるらしくて、詳細はね概要欄に書いておくんですけども、口座を登録するといくらかお金がもらえるみたいなキャンペーンもやってるらしいので、その辺の情報でもねぜひ概要欄からチェックしてみてください。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。